はい、どうも皆さんこんにちは。スターディーの河野玄斗です。今回扱う整数問題なんですけど、めちゃくちゃ良問です。整数問題に必要な考え方がギュッと詰まってるだけじゃなくて、もっと広く数学の応用問題に取り組んでいく、そのね、考え方っていうのが凝縮されてるんです。この問題を解けた方は大学受験の数学に関してはもうね、非常に高い水準にあると自信持って言える、そんな一問なんじゃないかなと思います。この一問から非常に多くのことが学べるので、ぜひね、最後まで見て多くのことをね、吸収してもらえたらいいなと思います。それでは早速やっていきましょう。今回扱う問題はトルコの数学オリンピックで出されたこの問題。 x3 乗プラス3367イコール2の n 乗を満たす正の整数の組 xn をすべて求めようと。まあ、今回ね、正の整数問題なので、整数問題を解く上で必ず押さえてほしい3つのね、パターン、これをね、しっかりと復習しておきましょう。その整数問題の3パターン。まあ、このね、3パターンに関しては過去の動画でもね、何回も触れてるんですけど、ここでもう一回おさらいしておきましょう。1が不等式で絞り込んでいく。2が倍数だったり余りっていうのに着目する。で、3つ目が因数分解で積の形。ね、この因数分解で積の形っていうのは、例えば、x2-y2-9 を満たす整数解 xy を求めようって言ったら、これね、左辺を因数分解して、積の形イコール定数ね、Q は定数ね。この形を作ってあげることによって、X プラス Y、X マイナス Y ともに整数なわけだから、Q をね、約数に分解することができますよと。これが因数分解で積の形の非常に強力なね、方法だったわけですね。ということで、この3パターンを意識しながら、このね、等式を見ていくと、x3 乗プラス3367イコール2の2乗。まあ、とりあえず3367っていう定数があって、それ以外イコール定数で、それ以外の部分が因数分解できたらいいのになぁと、ね。移行してあげると、2の n 乗マイナス x3 乗イコール3367と、こういう形にして、この2の n 乗マイナス x3 乗が因数分解できればいいなぁと。まあ、そういうふうに思うわけですけど、2の n 乗マイナス x3 乗、これは因数分解できないですよね。ああ、これ因数分解できないなぁ、じゃんじゃんと。まあ、それでね、終わらせてしまっては、この問題解けません。どういうふうに考えるかというと、このままだと因数分解できないんだけど、ね、今までの傾向、まあ、1、2、3っていうのを見ながら、こういう問題ね、2乗引く2乗の場合は因数分解して求めることができるのに、今回できないのか、でも因数分解したいなぁとね、このままだとできないけど、したいなぁと、どうすればできるんだろうと、こういうふうに考えてほしいんですね。因数分解したいなぁ、でもできないなぁ、じゃあできるようにするためにはどうすればいいんだろうと、こういう発想が非常に大事になってくるんですよ。ある程度難しい問題になっていくと、自分からね、こういう解放パターンっていうのを意識した上で、この解放パターンに無理やり近づけてあげると。ね、自分の方から解放パターンに持っていくっていう力が必要になってくるんですね。大体簡単な問題っていうのはもうね、見て明らか。これはこれ使うよね。これは、あれはこれ使うよね。みたいなのが、かなりね、分かりやすくなってるわけですね。2乗引く2乗イコール9なんていうのはもう明白なわけ。ただ、こういう明白じゃない問題についてどう考えるかというと、こういうパターンっていうのを頭にしっかりと入れておけば、そのパターンどれかに無理やり近づけると。今回の場合はどうすればいいかというと、このままだとできないけど、n が3の倍数だったら、すなわち、まあ、このね、2の n 乗っていうのが2の3m 乗みたいな形で置ける場合、まあ、これって結局2の m 乗の3乗っていう風になるわけだから、まあ、このね、2の m 乗の部分を塊 k で置いてあげれば、これ、ね、2の n 乗引く x 3乗っていうのは k の3乗引く x の3乗、3乗引く3乗の形になって因数分解できるんですよ。もちろんこの段階ではね、まだ n が3の倍数であることは未確定なので、もしかしたら示せないかもしれません。ただそうなったらまたね、別のアプローチを考えればいいじゃないと。とりあえずはね、 n が3の倍数だったらいいなっていう仮定を立てて、それにね、しっかりと実験していきながら証明していくと。でダメだったらまた別のアプローチ、
ていう風にね、まあ、試行錯誤していくっていうことが非常に重要。で、その試行錯誤のね、前提として、しっかりと3パターンっていうのを意識しながらね、パターンを意識しながら、じゃあこれにね、近づけるためにはどうすればいいんだろうと。そういう風に仮定を立てていって試行錯誤するっていう、そのね、プロセスっていうのが非常に重要になってくるわけですね。もちろんね、そういう仮定を立てるためには、日々ね、演習を積まなきゃいけないと。いうわけなんですけど、まあ、この問題を通してね、そのことをしっかりとね、実感してもらえたらいいかなと思います。じゃあね、N が3の倍数であることをね、示していきたいわけなんですけど、この式でね、N が3の倍数だったらどうなるんだろうっていうことを見ていきます。X の3乗足す3367イコール、まあ、N がね、3M っていうのを入れてあげると、2の 3M 乗、すなわち8の M 乗っていう形になりますよね。これを見てあげて、まあ、この8の M 乗っていうのがどういう性質を持ってるのか。ね。M に1とか2とか3とかいろんな値入れたとしても共通する性質って何かなっていうふうに考えてあげると、これをね、気づいてほしい。7で割ると必ず1余るじゃんと。ね。8を7で割ったら余り1なわけだから、その1を M 乗して何乗したとしても、まあ余りが1になりますよと。まあこれにね、気づくのも、この整数問題の3パターンのうちの ② 倍数余りを利用するとうまくいくことが多いんだっていうことが頭に入ってれば自然な発想ですよね。まあもちろん8の M 乗っていうのは8の倍数でもあるんですけど、今回8の倍数で考えても意味なくて、なぜならこの N っていうのが3の倍数の場合だけ8の倍数になるわけじゃなくて、例えば N が4とか5とか7とかその場合でも2の N 乗って8の倍数になっちゃいますよね。ということで、N が3の倍数のみに当てはまる性質っていうのが7で割ると1余ると。ということで、あとは左辺が7で割ると1余らなきゃいけないんだっていうことを確認していけばいいわけですね。まあ、3367っていうのは7で割ると7の倍数であることがわかるので、X3 乗を7で割った時の余りを考えていきましょう。まあ、法を7、ね、モッドを7として、X3 乗ね、考えていきたいんだけど、X は7で割った時の余りとして考えられるものは0、1、2、3、4、5、6だね。それぞれについて3乗してあげると、7で割った時の余りは0、1、1、6、1、6、6と、まあ、こういう風になるわけですよ。まあ、この計算にあたって4、5、6をマイナス3、マイナス2、マイナス1って考えると、まあ、ちょっとね早くなるんですけど、この計算結果から X の3乗っていうのは7で割った時の余りって必ず0か1か6。この3択だっていうことが分かるわけなんですよ。すると、X3 乗足す3367。3367は7の倍数なので、左辺の7で割った時の余りっていうのが0か1か6ということが分かる。まあ当然ね、右辺2の N 乗も7で割った時の余りが0か1か6じゃなきゃいけないんですけど、2の N 乗。こいつを N がね、1、2、3、4、5、6と代入してた時に7で割った時の余りがどういう風に変わっていくかというと、まず、2のね、1乗は2、2の2乗は4、2の3乗は8なんだけど、7で割った時の余りは1と。じゃあ次はって言ったら、2、4、1と。まあ、このループがね、繰り返されていくね。このループを見てあげると、ね、7で割った時の余りが0か1か6なんだったら、もう1、確定ですよね。このことから結局 N の値っていうのは N が3、6、9と3の倍数の時だけこの等式を満たし得るということがわかるわけです。これでもう勝ちですよね。まあ因数分解できたらいいなーっていうことで N が3の倍数を示すために7でね割った時の余りに着目してあげたらまあうまく示すことができた。じゃあ N イコール 3M っていうふうにこれで無事置けるわけだからまあ、この2の M 乗っていうのを K っていう風に置いてあげると X3 乗足す3367が K の3乗になると。なので移行すると K3 乗引く X3 乗イコール3367で。で、因数分解無事することができますよと。ここまで来れば、あとはね3367。まあ、これがどっちも整数なので3367の約数に分解することができる。で、3367ね、素因数分解してあげると、7×13×37 になるので、まあ、それをね、うまく分けていけばいいんだけど、その分け方っていうのはかなり数が多い。ということで、さらに絞り込んであげましょう。まあ、絞り込み方としては、
まずね、x が正の整数、x が正だし、まあ、k も2の m 乗で、まあ、正ですよね。指数関数は絶対正。ということで、k2 乗足す kx 足す x2 乗。ね、正を掛け合わせて足し合わせてるわけだから、まあ、絶対正と。ということで、k-x も正になって、まあ、正×正で3367。これでかなり絞れるけど、さらに絞っていきましょう。このね、k-x を k2 乗プラス kx プラス x2 乗を比べるときに、この左側2乗下ですよね。k-x を2乗してあげると、k2 乗マイナス 2kx プラス x2 乗と。これと k2 乗プラス kx プラス x2 乗を比べると、こっちの方が大きいですね。k2 乗プラス kx プラス x2 乗の方が大きい。なぜなら、その差っていうのは、まあ、3kx と。で、x も k もどっちも正なわけだから、こっちの方が大きいというふうに言える。ということで、k-x を2乗したとしても、こっちの方が大きいように割り振らなきゃいけない。そういうね、組み合わせっていうのを考えていくと、かなり絞れて、1367、あるいは、7481と13259と、この3組に絞られるわけですね。あとは、それぞれの場合の k と x を求めていけば OK。k-x が1の時、k2 乗プラス kx プラス x2 乗イコール3367。このね、連立方程式を解いていきたいんですけど、まあ、ここね、省略します。まあ、簡単にね、サクッと流れ説明すると、まあ、まず kx をね、求めてあげたらいいかなと思いますね。2乗して差を取って3で割ると kx が出るので、あとは k-x を kx で連立すると。まあ、それをしてあげて、k と x が正であるっていうことから、正の解だけを取ってくると、それぞれ34、33、16、9、15、2と。この解が出てくるんですね。じゃあ答え3つだ、じゃないですよ。この k っていうのはもともと2の m 乗ですね。ということで、34、16、15のうち2の整数乗で表せるものはって言われたら、16、9で確定すると。この一つに確定するので、あとは、このね、xn に戻してあげれば終わり。kx が16、9ということは、2の m 乗が16。ということは、m は4ですね。16は2の4乗だから、m イコール4、x イコール9と。で、m っていうのは何だったかというと、この n を 3m って置いたんですよね。n が3の倍数だから 3m って置いた。ということで、n に戻してあげると、それを3倍してあげればいいので、n イコール12と。よって、すべて求めよっていうふうに言われてるけど、x と n の組み合わせは9と12のただ一つですよ、ということがわかるわけです。よろしいですかね。この問題のポイントは、しっかりと解法パターンっていうのを頭に入れながら、この n が3の倍数であってほしいなっていうところからスタートして、あとは7の倍数に着目してしっかりと求めていくと。まあ、このね、流れっていうのがすごく重要だったわけです。数学の応用問題を解く上でね、非常に重要な考え方なので、しっかりとね、押さえてもらえたらいいなと思います。今後もこういった面白い問題たくさん取り扱っていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。